現在の日本で政治家はヤクザと交流どころか、会うだけで議員生命を失いかねません。しかしかつては密接に結びついていた時代がありました。そんな中、田中角栄、宇野宗介などの歴代首相が頼るほどの力を持っていた伝説のヤクザが存在していました。彼は山口組切手の武闘派柳川組を率いて、殺しの柳川として恐れられた柳川次郎。ということで今回は歴代首相が頼った伝説のヤクザ柳川次郎についてご紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。柳川次郎の本名はイアン・ウォンソクといい、1923年5月に韓国の釜山広域市で生まれています。その後の柳川次郎は一足先に来日して成果物の行商として生活基盤を築いていた父親を頼りに、1930年に母親や弟と一緒に大阪府豊野郡に移住することになりました。太平洋戦争勃発後の1941年になると、父親が神戸製鋼所系の軍需工場で働くために、柳川一家は大分県中津市に引っ越すことになりました。中津市時代の柳川次郎は軍需工場で働く父親を尻目に飛び職についていたとも言われております。終戦後は韓国へ帰国する予定だった柳川一家は、韓国行きの船へ乗るために山口県下関市に移動しますが、現地の愚連隊と喧嘩になった柳川次郎は警察に逮捕されてしまい、その結果自分だけ残して家族が帰国してしまったため、以降の柳川次郎は日本で一人きりで生計を立てる羽目になっています。こうして下関市で家族と生き別れた後の柳川次郎は単身大阪へ戻り、愚連隊を結成していたそうです。愚連隊時代の柳川次郎は同じ在日コリアンで少年時代からの顔なじみだった後の三代目山口組若頭補佐の谷川幸太郎とつるみ、闇市の闇物資を強奪して一儲けしていたと言われています。また兵庫県神戸市を拠点としていた国際ギャング団のリーダー菅谷正夫の闇物資強奪計画に加担したこともあるなど、神出鬼没な一面もありました。そんな柳川次郎も1947年に元軍需工場を狙った集団強盗事件を起こした際に逮捕され、以降は1952年まで鳥取刑務所で服役しています。仮出所後の柳川次郎はもう一つの故郷である大分県中津市に戻り、地元の敵屋組織の吉森一家の脚分を経て、福岡県北九州市を拠点とする大長組の舎弟となっています。九州時代の柳川次郎は古巣の吉森一家と大長組の間にトラブルが起こった際に仲介役を任され断死する羽目になるなど散々な目に遭い、そのため再び大阪に戻り仇としてやり直そうと思った時期もあったそうです。しかし九州から自分を頼って仲間たちが上京してきたこともあり、繁華街北を根城に独立組織柳川一派を立ち上げることになりました。柳川一派時代の柳川次郎は腕力を武器に周辺の暴力団のしのぎを次々と奪い勢力を拡大させていきましたが、北の露天の権益をめぐる争いの際に山口組系中川組の仲裁を受けたことをきっかけで山口組と交流が生まれました。その結果1959年に山口組若頭地道幸男の舎弟となっていますが、神戸ローカルの組織からの脱却を図り、大阪進出を邁進していた山口組側の都合から大阪地区の責任者の地位を山口組系南道会に奪われるなど、必ずしも厚遇を受けたわけではありませんでした。またあまりに大阪で勢力を持ちすぎた柳川組の勢いを削るために山口組の全国進出の切り込み隊長役を任されるなど、都合の良い駒として使われていた部分も大きかったようですね。それでも柳川組の膨張が止まらなかったため、地道の提案で柳川組を他府県に進出させることを認めることになり、これを機に全国最大の組織山口組の全国制覇第一先鋒部隊として冷酷無残な戦闘力で活躍、近畿から北陸、さらには北海道まで柳川組は進出し、全盛期には構成員2000人を数えるまでになっています。山口組の全国進出の際の切り込み隊長として数々の抗争事件を起こして名を挙げた柳川組はすぐに直参に昇格したほか、殺しの柳川との異名を誇る花形組織となりました。その結果柳川組に憧れて極道入りを目指す若者も増える一方となり、最盛期には構成員1700人準構成員2800人もの巨大組織へと成長しました。一方で柳川次郎自体は再建取り立てに絡んだ恐喝容疑で1963年に逮捕された上、過去の余罪も加わり長期服役を避けられない状況へと追い込まれ、
懲役7年の実刑判決が確定した1964年になると、ヤクザを引退、グレン隊時代からの射程格である谷川幸太郎に柳川組の組長の地位を譲ることになったそうですね。しかしながら、その直後より始まった第一次頂上作戦では、山口組系の二次団体の身でありながら、全国広域五大暴力団の一つに指定された柳川組は、警察の徹底したマークを受けて164人もの逮捕者が出る浮き目となりました。その逮捕者の中には、後任を任せた谷川をはじめとした他の幹部たちも含まれており、公権力の圧力の前では、殺しの柳川も肩なしという現実が待っていました。そんな社会情勢にあえて抗うこともなかった柳川次郎は、1969年に柳川組を解散する決断を下しています。こちらの判断は柳川の独断であり、執行部の許可を得ていなかったため、山口組より絶縁される羽目にもなったそうです。伝説の武闘派ヤクザである柳川次郎に関しては、正確な身長は後世に伝わっておりませんが、残された写真を見る限りかなり大柄な人物だったことがわかります。そんな伝説の武闘派ヤクザ柳川次郎ですが、かつての歴代首相たちからも頼られた伝説を残しています。ベルリンの壁が崩壊し、世界情勢も激動していた1989年、南極にあった自民党は、前年に発覚したリクルート事件によって当時首相の竹下登が辞任に追い込まれており、その後任選びはポスト竹下と目されていた安倍晋太郎や宮沢喜一らが軒並みリクルート事件に関与していたため難航。結局お鉢が回ってきたのは竹下内閣の外相で、中曽根派ナンバー2だった宇野宗介でした。しかし宇野が首相に就任するや、神楽坂の芸妓との女性スキャンダルが報じられ、結局宇野政権はたったの69日の短命政権で終わりました。永田町の裏事情をよく知る政界フィクサーがこの時の舞台裏をこう明かしています。宇野さんが辞める原因となった相手は神楽坂の芸妓ですが、これとは別に祇園に女がいたんです。むしろこっちが本命でした。宇野さんが総理になるにあたり、これを隠さないといけないということになり、それを柳川さんに相談したんです。柳川さんは分かったとだけ言って、京都の現役組長と相談して女をしばらく韓国にかくまってくれた。結局神楽坂の芸妓との一件が報道されたので、この工作は意味がなくなってしまったわけですが、柳川さんたちはビタ一文取らずに素晴らしい手際の良さでしたと、首相である宇野がヤクザである柳川に頼っていた事実が明るみになりました。さらにあの田中角栄と柳川次郎に関する話もあり、ロッキード事件の裁判をやっている最中、日々田中角栄の自宅に押し寄せた凱旋の対応を柳川次郎に相談していました。いかがでしたか。かつて殺しの柳川とまで恐れられた伝説のヤクザ柳川次郎、彼は日本の首相からも頼られるほどの人望と影響力を持っていたことがわかりますね。最後まで動画をご視聴ありがとうございました。皆さんからのご意見ご感想をコメント欄でお待ちしています。それでは。